こんにちは、ツーストリングスのスーさんです。このチャンネルでは、世界中から愛されているバンドインナボックスをメインに、キューベースとその周辺のプラグイン音源、そして音楽生成 AI、エイバとの連携など、実用的な視点から最新情報を日々紹介しています。そしてもう一つの視点では、私の好きな楽器、ニコとオカリナ、そしてアコースティックギターにフォーカスした、カラオケ音源の制作も紹介しています。せっかくですから、音楽制作の過程で得られた収益化の経験談も共有していきます。定年後の人生を音楽ライフで満たし、生きがい作りを考えているシニア層の皆様へ何かのヒントになればと思います。どうぞ最後までお付き合いよろしくお願いします。そして、この動画がいいなと思われたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。今回の動画は過去2回チャット GPT でバンドインナボックス用のコード進行を提案してもらうプロンプトの例を紹介しましたが、さらに改善を加え、精度よくいい感じのコード進行を作ってくれるようにしましたので、実例でご覧いただきたいと思います。まだ若干言うことを素直に聞いてくれない面はありますが、そこは多めに見ても、今回は90点以上の出来だと思います。それではその改善点などもこの後の動画で紹介したいと思います。またこのプロンプトのテンプレートは概要欄にテキストファイルのリンクを貼ってありますので、ぜひダウンロードして使ってみてください。では早速やってみましょう。
Thank you.
回の動画はいかがでしたでしょうか。私は日常生活が音楽制作に包まれることにより人生が豊かになっていくような気がしています。それは作る楽しみ、喜びと同時に得ることができる音楽による収入のおかげだと思います。皆様の音楽人生もより豊かになることを願っています。これからも少しでもお役立ちできるような情報発信を続けていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。この動画がお役に立てたら高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた。2ストリングスのスーさんでした。